皆さんこんにちは、こんばんは。武田総流です。今日も一緒に美しい石を考えていきましょう。今日のテーマはなんと酔うですね。まあ、この漢字をどう美しく書くかということを考えるんですが、まあ、酔うっていう漢字だけが上手くなりたいんじゃなくて、酔うという漢字にも他の美文字にも使える大切な要素がたくさんあるんですよね。辺と作りの関係とか、まあ、ぜひね、チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をポチッと押していただき、追加の動画をご覧くださいね。酔うを解説していきます。まずはダメなパターンですね。まあ、ご自身で文字を書いてみたら、まあ、どれかに該当してるんじゃないかなと思うんですね。まあ、これね、悪くなさそうに見えるんですが、横線が長くなりすぎてしまうと、この最終角のこの線ですね、これが短く見えてしまうんですよ。これ見てください。これかっこよく長く見えますよね。これを長く見せるためにはこういう横線などがね、長くなりすぎない方がいいんですね。さあ、2つ目こちらですね。ここあまり今までね、表現したことないんですけれども、ここがね、狭くなるとあんまりかっこいい印象にならないんですよね。これね、よく見ると漢数字の4とかと同じなんですよね。こう中がこう狭くなってしまうと窮屈なイメージ与えます、印象を与えます。まあ、この文字を覚えるとね、漢数字の4も上手くなるということですね。まあ、ここよく見るとやはりこことここの間に隙間があります。まあ、大抵こことこことここはね、均等に開けると、まあ、漢数字の4でも覚えておきましょう。まあ、中は開け気味ですね。はい、で3つ目にこちら、お尻が、まあ、ここが大きくなってしまうと最終角のこれが短く見えてしまうんですね。この文字に関して言うと最終角がこう長い字になってしまうのでなっていくので、ここに、ね、余白が必要になるんですよ。まあ、要するにこの辺は縦に短い方がいいんですね。そう、これね、他の文字でもあります。例えば東京都の都とかね、こういう字でもこっちが大きくなりすぎてしまうと、こう背が揃ってしまうと最終角のこの線が、ね、短く見えてしまうんですよね。これね、結構他の文字でも使える考え方なので覚えておきましょう。さあ、続いてペン字ですね。さあ、今日も双葉書道会のマス目用紙を使って解説していきます。まずはね、赤い点線中心を書いていきましょう。皆さん、双葉書道会の概要欄からね、ホームページ飛ぶことができます。素敵な先生方がね、たくさん在籍していますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。さあ、この赤い中心点線にね、合わせるようにして書いていきます。皆さん、ここでお気づきになりましたでしょうか。そうなんですよね、ここの横線が結構右に寄ってますよね。これがコツなんですよ。辺の中の重心はですね、右に寄せる。辺と作りってちょっとね、狭い方が美しくなりやすいんですよね。まあ、なのでこういったところもちょっとね、それぞれをね、右に寄せ気味なんですよね。まあ、その中で中はやっぱりちゃんと空間がないといけないということですね。あとね、皆さん、大人の余裕ってこういうところですよ。1画目と2、3画目の間にね、風通しの良い余白がありますよね。ここが大人っぽさを演出するんです。これを見てください。始まりと終わりともにね、隙間がありますよね。ここがね、大人の余裕を感じさせるんです。さあ、漢数字の9ね、ちょっとこれ難しいので右側に書いていきます。真ん中から書きます。で、左に払うんですが、そこまでね、丸くしない印象でね、9っていう字はね、これ覚えておきましょう。この1画目のちょうどど真ん中に斜めに上がった横線をクロスさせる。そしてこの横線、やっぱり短くします。この横線短くすればするほど、この線がね、長く美しく右方向に見えるんですね。ここがね、狭い方がいいということですね。これが分かった上で、球をね、頭長くして下の方でクロスさせます。これだけでだいぶイメージ変わりますよね。さあ、皆さん、隙間ですね。10のこの頭もなんか球にあんまり近づけない。この隙間がね、大人の余裕を感じさせるんですよ。だって大人しかお酒飲むことできないし、酔えないでしょ。まあ、酔うこそね、大人っぽく書かないといけないですね。さあ、ちょっとね、おさらいしながら書いていきましょう。真ん中に寄せつつ、これね、やっぱり背が低いですね。まあ、この辺りにも隙間があります。で、中はね、余白開けるんですよね。最近酔っ払ってないからね、酔いたいな。はい、下クロスさせ、右に長く見せる。こうこう、ここに隙間があるからね、美しく長く見えるんですよね。さあ、行書でも書いていきます。楷書は硬い印象ですが、行書は崩します。こういう風に丸みを、ね、与えてあげるんですね。少しこうつなげてあげましょうか。この曲がり角が、ね、丸くなると楷書と行書の違いができます。まあ、丸くするのが行書ですね。そしてここもね、柔らかくつなげていきましょう。球はね、こういう風につなげていきましょう。くりこうするとちょっとおしゃれですね。これが楷書と行書の書き分けです。
続いて筆ペンですね。やっぱりね、横線はね、細めがいいんですよね。さあこれちょっとね、徐々に細くする線とか使うとね、おしゃれな感じになるんですよ。結構ね、グッと、まあ、最初の始めの部分入れてますよね。ここね、ちょっと隙間与えます。でね、この角の部分はちょっと差し込むようにして描きます。若干太いんですが、あんまり太くしすぎないのがコツですね。なぜなら中にもね、ここにも線が2つもありますからね。はい、で横線細くスカスカにする。こうするともうおしゃれな感じになりますよね。さあ漢字の9はね、ここちょっと落ち込んで徐々に細くします。うん、で横線細くして細くして太くなる、まあ、ここの線もね、しっかりこう、ここで太い細い太い、これすごい大事なんですよね。そして横線細くして、縦線はあんまり尖らせすぎない、これ大事です。こういう風にバシャーって払わないようにしてくださいね。さあ続いて行書です。さあ行書なんですけれども、しっかりね、こうやって柔らかく書くことが大切ですね。丸みを作ります。うん、ここで細くおしゃれにつながって、しっかりと一角の中で太い細いを作りましょう。うん、こうするとね、柔らかな印象になりますよね。続いて大筆です。さあこの隣のカエルくんはもう酔っ払っていますが、まずはね、この楷書、楷書の酔うってあんま酔ってない感じしますよね。なんか気持ちよく飲んでる感じがする。まだまだ楷書なんでね、まあ、しっかりとした用はね、後ほど表現していきます。こうやって大筆で見ると、太い細いがね、結構激しいのが分かりますよね。うん、横線とかはやっぱり細いです。うん、でこことかを見ると、やっぱり最初は太いんですけれども、先の方まで徐々に細くする。で中の方を横線細く通していく。で太くなって細くなって右側に長くするという感じですね。横線は細くする、で縦線は太くする、先の方まで優しく払います。さあ続いて行書。さあ行書ですね。行書ね、これはね、別にアートではなくて美文字なんでね、やっぱり美しい範囲で用語を書きたいですね。まだまだこの辺はね、楷書よりは寄ってるけど、まだこう、なんだろうな、正気保ってますよね。うん、ちょっとほろ酔いっていう感じの美文字ですね。さあここまでが美文字でした。次からはお遊びタイム、アートですね。さあ今日も出ました、魔法のふりかけ。これこそ用に合うでしょう。うん、さあちょっとね、シャレな感じですね。少し色っぽい表情になったようですね。さっきよりもさらにちょっと酔っ払った感じにしていきます。でも大人な雰囲気ですね。うん、どうでしょうか。まだまだ気持ちよくお酒を楽しんでる感じですね。続いて、さあ続いてね、ちょっと2本使ってね、もうね、ちょっと物が二重に見えてる感じを表現しましょうか。結構もうこれきついですね。もう飲むのやめた方がいいですね。正気は少し保ててない感じですね。さあ続いて、さあ今日はちょっとね、いつもと違って面白いのやりましょう。これスーパーボールです。これにね、これちょっと手つけると手が汚れちゃうんで、割り箸でつまんで、ちょっとこれでよう表現してみましょうか。ちょっと時間かかるかもしれないけど、もうほろ酔いどころじゃないですね。これもう危険サインですね。面白いですよ。おっと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 、これもいいね。酔っ払えて制御できないもんね。まあこれお酒飲んだことない人が見てるね、こういうのも意味わかんないと思うんですけど、僕もね、若い時はね、酔ってましたね。もうこれきついですね。あーしんどい。なんかお酒、なんか飲みすぎた時ってもう二度と飲んでやるかと思いますよね。僕も一応経験してますよ。九州の人間なのでお酒は嫌いじゃないです。今は全然飲まないですけど、まあコロナの影響もあってね、飲みに行かないっていうのもあるんだけど、おっと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 、いいですね。ちょっと転がしていこうか。はい、ということですね。やっぱり最後はもう潰れた感じにしましょうか。なんで酔うっていう感じにしたかっていうと、これがやりたかっただけですね。これを綺麗に書く機会ってあるかな。もうこれは完全に泥酔ですね。まあ皆さんこういう経験も終わりなんじゃないかなと思います。以上でした。ありがとうございます。さあいかがだったでしょうか。
酔う。まあ酔うという漢字もね、結構こう最終角をどう美しく長く見せるかとか、いろいろなポイントが入っていますよね。まあこれ勉強するだけで当然漢数字の9とか漢数字の10も上手くなるわけですからね、結構お得だったりしますよね。まあ、酔うといえばやっぱりお酒の話が今日していきたいんですが、私ね最近やっぱお酒あんま飲んでいないんですが、でもね飲むのは本当に大好きです。結構飲みますね。私九州出身なんで、そこそこには飲めます。そんなになんか強いよとは言わないんですが、人よりは強いですね。まあ、何を飲むかっていうとウイスキーが好きです。まあ、ビールも好きなんですが、ちょっと私ね趣味で体作り筋トレトレーニングをしているんで、なかなかこう糖質の多いビールとかワインとかって避けているんですよね。まあ、毎日ね晩酌は絶対しません。うん、で今本当にお酒を飲みたいなと思ってるぐらい全然酒飲んでいないんですが、まあ、それにも理由があって、私お酒飲むと、まあ、弱いんでしょうね。二日酔い結構なってしまうんですよ。で二日酔いになってしまうと次の日トレーニングできなくなってしまうんで、できる限りねちょっとお酒って控えるようにしているんですよね。でもねお酒は大好き。うん、お酒の場に行くのも結構好きだったりするんだけど、でも一番好きなのは私のお家、ホームパーティーが一番好きかな。僕結構飲むと眠たくなったりするんで、すぐ眠れる自分家結構好きですね。まあ、あと酔うっていう漢字はアートにも使いやすいんで、結構私書いたりしますね。だってお酒が好きな方が見るとちょっとこう、お、酔ってるって酔う感じ面白いなと思っていただけるんで、結構書く機会多かったりするんですよね。はい、でこのチャンネルではですね、もちろんこうお遊びっていうテーマもねあるんですが、まあ、基本的には美文字を解説していきたいです。2000文字の常用漢字を大筆筆ペンペン字楷書行書アート、ね、いろんなシーンで使える、動画作りを目指しています。できる限りこう書道を知らない方でもですね、分かって楽しんでいただけるような分かりやすい説明を目指しています。ぜひね応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録とグッドボタンを押してね。はい、こんなに長い動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。